しいさん、だるまさん、ありがとうございます。浦部さん、さゆってさん、カゴピニーさん、だるまさんと金色のだるまさんと金色のハート、ありがとうございます。ケイセキさんもありがとう。タコ。メイはね、私ね、寄るのはできるんですよ。話すことができないの。ゆずきちさん、黄色のハートありがとう。ありかけさん、ハートありがとうございます。おー、いいぜ。ツーショット。タコさん、やだいいよ。こんばんは、マピだよ。こんばんは。今日も七並べのお礼をにさせていただきます。今回ね、三冠取った方がね、そう、昨日も言ったんだけど、いらっしゃらなくてですね、惜しい方がたくさんいらっしゃいました。そうなんですよ。いやーね、とてもね、惜しい結果になってましたね。せっかく同じ順位だったのに、あ、1個上がっちゃったっていう方と、同じ順位だったのにどうしたっていう方と、そう、どんどん順位が上がっていく方と、一つずつ順位が上がってる方もいらっしゃいます。難しいですね。難しい。カチューシャ外しながら不意に逃げるの早い早い。パピちゃん、何から逃げてました？七並べのことかな。今月の七並べ、そう、今ね、十欠の方のね、中でね、そう、三冠取ってる方がいらっしゃったら、まあ歌おうかなと思ったんですけど、やっぱね、十欠でもね、同じ順位を取ってる方がね、全然いらっしゃらなくてですね、そうなんす、そうなんす。なので、のすごく惜しい方とかには歌おうかなって思ってます。本当にね、めちゃめちゃ惜しい方だったんですよ。歌う方だけ言いますね。妹のたっくんさん、2023年の5月から、7月までの間なんですけど、5月、6月第5位でした。7月1個上がって4位でした。なので、6位とかだったらちょっとどうしようかなってなったんですけど、今回は歌うことにします。8月いないのはなぜなぜちょっと3期生に行っちゃったかな、他の期生に行っちゃったかなと思ってますが、ピシ
やめましょう。あの今月戻ってきてくださってるかな、そう思って信じております。はい、そして続いてはるさんですね。はるさん、あの6月から8月なんですけど、これめっちゃ歌うかもまだ迷ってます。6月第 1位でした。おめでとうございます。6月は1位でした。で7月もなんとこれがまたまたまたあの1位なんですね。おめでとうございます。こっから、あ、みんなこれ衝撃なんとはるさん8月1位じゃなくてですね、あ、私すごい探したんです、あれはるさんいらっしゃらない、厳しいなんですね。あのどうされましたか、このこの今その、ね、月は8月は3期生さんのイベントがあったので多分そちらに行かれたのかなと思ってるんですけど、あのちょっとねだいぶあの悲しいですね。ねいいでした、はい、私はねこれを見てちょっとあのですね衝撃でしたね。ねえびっくりだよね、1位1位でだったから次1位かなと思ったら90位、びっくりですね。これ今めっちゃ歌うか迷ってます。1位だったのでせっかくなら、まあ、歌おうかな、出しようかな、ちょっとまあこれは悩んできますね。そしてジョーカー使うと喜ぶさ、5月の時ですね、あのいらっしゃらなかったんですけどナーピセレクトで歌わせていただきました。この時はい、また今回いらっしゃったらちょっと歌おうかなと思っているんですけれども、66回ジョーカー使うと喜ぶさん4位、67回ジョーカー使うと喜ぶさん3位、1個上がってます。そして8月ジョーカー使うと喜ぶさん2位、次はもう1位を取るしかないですね、ジョーカー使うと喜ぶさんそしてねこの間も当たりましたね、対戦ありがとうございます。てなわけで、まあ、今回とりあえずまあ歌う方はまあ今のところ2人ですかね、ジョーカー使うと喜ぶさん と、妹のたっくんさんです。はるさんはわからないです。そんな感じで歌おうかなと思っております。他にもねそういらっしゃるかなと思ったんですけど、あ、ルドンさんだ、ルドンさん、ルドンさん、ルドンさん、5月から7月のなんですけど、5月6月がどちらも6位でして、そっから2位に7月で上がっておりますので、ちょっとね今回はちょっと歌おうかなと思っております。ありがたいのでね、です。はい、多分以上の3名ですかね、今のところ歌おうかなと思っております。ほほほほね、すごいですよね、でしゅ、はい、ではそんなこんなで6月からね昨日に引きお礼をさせていただきたいと思います。6月で7月は一回ダイジェストではなく、あ、皆さんちょっと一つ聞きたいんですけど、7月の順位を聞いてもよろしいですか。7月の順位がそう全体の推しメンランキングの順位を教えていただきたいです。6月とそう8月は書いてるんですけど、7月だけ忘れてしまいまして、忘れてしまいまして、7月第67回の時のこのおすすめイベントの時の67回は何位でしたか。
そうなんですよ、風船の中に今かけてなくて空白風船なんです。17位。あ、本当にありがとうございます、めっちゃ親切、サンクュー、シャンクスです、ありがとう。17位ですね、ありがとうございます。ちょっとねこれをね本当に書きたくてめちゃめちゃ焦ってました昨日の夜。あ、待って、書いてない、何位だっけ、あれ、何位だっけってなりました。そうですね、ただいま私、あ、そうなのですね、今と同じ、ありがとうございます皆さん。なるべく16以内には入りたいですよね、7並べ今月10、目指せ15位、今17位ならば目指せ15位ですね、頑張りましょう。今ねマイカーのメンバーさんのカードでやっております。うん、あーそうですね、16位の方がね強いのでね、ちょっとノアピちゃんも頑張っております、ファイトでしょ、こんばんは。はい、てなわけで17が書き終わりました。17位の方は、あ、間違えました、今回なんて言うとしたっけ、7月の方、7月ね、お礼はちゃんと長くやります。8月と6月はダイジェストでお歌でお届けいたします。歌いながらお届けします、よろしいですねよろしいですか今日はちょっと6時から始まってるので2時間という、まあ、昨日よりも短い時間ですね。昨日は本当にお仕事にギリギリでしたので達成したおかげで、みんな早く終わらせようねてなわけで歌っていきたいと思います。終わるよ多分。あ、待って、ファイスコメさん、インコメさんやってない、今気づいた、ごめんなさい、消えてるかもしれない、やばい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 、あ、あ、消えてる、やばい、え、いや、え、皆さんがコメントしてくださった、コメント消えました。確かにファーストコメントさんだけ覚えてるんです、エリアルマービーさんだった気がします。ちょっと今からのファーストコメント、いいコメさんでいいですか、カミテルさん、あーめっちゃ消えた待ってめっちゃ消えた、シンさん、ウエスターさん、坪井雄介さん、堀ちゃんさん、アットンさん、タイティーカーさん、鈴鹿さん、ルートさん、ハルさん、マッコンさん、フォーエイトさん、ツッチーさん、ジトクさん、トール0525さん、福太郎さんですね、はい、ありがとうございます、申し訳ございません、消えました、汗汗汗汗汗汗汗、申し訳ないです、マジでごめん、久しぶりじゃない、福太郎さんがあれファルスコメントさんとイコメさんに乗るの、そういえばだけどね、エリオル丸ピン
9月、今日は17日ですね。何曜日ですか？日曜日です。皆さん日曜日何されましたか？本日ごめんね、本当にすまへん。はい、あ、ヤッシーさんありがとうございました。本日大変ね。はい、ファシトコメントさん、エリアルマルピさん、イコメさん、福田さん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much。ではまず7月からやっていきましょうかね。うん、シア、皆さんにフィッシュされちゃう、やばいやばい。うん、PC される側とかはないのよ。のぴちゃんもね、たまに PC されるのでの話かよ。なんかよくわかんないけど急にねピシッとかね来たりするから、あれなくしたっけ、誰だよって言われて、あれなくしたっけ。じゃあ第67回の7月分のお礼をさせていただきます。7が多い時ですね。第67回七並べ17位。7月分ほぼ7ですね。しかも77位の方は虹色のね、はい、あれがついてる。でもまあ今日は100位からいきましょうかね。だるまさん、たくさんありがとう。ケビンさん、 Thank you。 ではいきます。でん、はい、100位いのいのさん、ありがとうございます。99位りょたさん、 Thank you、 ありがとう。はい、あの書き直しました、この通りです、申し訳ございませんでした。98位ハモカモメさん、ありがとうございます。97位砂メタルさん、ありがとうございます。96位ユウさん、ありがとうございます。95位光福幸福コンコン時代革命さん、ありがとうございます。ありがとう。94位くもの何々かなさん、ありがとうございます。こういう歌ありそうだよね。93位しゅさん、ありがとうございます。92位しおりんさん、ありがとうございます。91位ひろしえさるさん、ありがとうございます。はい、90位台の方、100位ありがとうございます。ありがとう。そしてですね、100位の方はこちらにノアピオーネ賞が、はい、あります。これブドウですね。ノアピオーネ、ピオーネが好きなので、ノアピオーネの前にドボンってやっております。ケイさん、ボブさん、ハートありがとう。はい、今回はまあ太陽な感じで、あのまあちょっと濃いめのピンクとオレンジにしました、色を。イエイ。あー、シャインマスカットね。シャイン、シャインマスカットって美味しいよね。では続いて90位台の方いきます。80位台だ、違いました。90位、やーさん、ありがとうございます。
89位、りょうさんありがとうございます。英語のりょうさんですね。88位、まさにさん、出来ありがとう。兄さんありがとう。87位、あじみつゆうさんありがとうございます。86位、まさみの夫たくやさんありがとうございます。どれ？大の冠ってこれ？これハリボンだねいつもねこれ冠にしてるんですけど、 ST ホテトっていうね文字が入ってるんですけど、どれだろう、わからんな。85位、グリオさんありがとうございます。84位、タイヤさんありがとうございます。 Thank you。 83位、研究生七並びに登場さんありがとう。鍋食べたいね。82位、レオナさんありがとうございます。香川県にねレオマワールドっていうね遊園地があるの知ってた。81位、ヤマさんありがとうございます。 Thank you。 はい、80位台の方皆さんありがとうございます。漢字についてならその質問はお断りだよ。竹かぶりのことか、そうね、確かにちょっと大きいかもねうるさい私は漢字が苦手ということは皆さん知ってることでしょ。80位の方皆さんありがとうございます。うるさい漢字のことについては触れないでおくれ。触れた人にはピシです。いやーダメだよ、もういつも言ってるでしょ、漢字のことには触れないね、トマトそうだよ、ずっとやってきてるよ初めて言ったかもしれない待って、これ初めて言った触れないでということは初めて言いました。すいません、嘘です。あ、こういうのってさ、だいたいお母さん言うじゃん。お母さんってさ、そういうこと言わない？よくさ、初めてなのにさ、なんだべてるちゃん、うるさい今初めて言うたわってあー、おもろいわ楽しい言うよね初めてなのにさ、なんだ見てるでしょって、とりあえず70位台の方いきますよいしょ。はい、ほら77位の方、虹色ちょっとさ色のバランスがさおかしいと思っちゃってさ、いやこれは65回はさめっちゃうまくかけてたんよ私でさ見比べてみたのね、見てこんな綺麗にさかけてたのにさ色合いがさおかしくなっちゃってさ、えこんなに私虹色下手だったっけと思って、あのね内側から描くやつを外にしちゃってで外側に描いたやつを内にしちゃったおかげで、ホーマーさんありがとう、そのおかげでねバランスがねすごいね汚い色になっちゃって、嫌だです、この虹ユニコーンみたいな虹じゃないもん見比べたら本当にねひどい虹になってますマジで申し訳ないです、ほどはさんごめんなさい加藤さんありがとう、ゆきとさんハートありがとうございます。
そうそうそう、赤がさ最初じゃん。でさ内側がさ、まあなんかさ、その綺麗なの虹にならなかったんだよね。なんか緑とね青が原因だと思う、これ。なんかねおかしくなっちゃった、ごめんね。デビッドさんありがとうございます。うん、え嘘、違う、最初の15分は喋ってたんだから。15分だよ、15分、10分ぐらい。まあまあまあ、いいペースじゃない。最初は喋ってたんだけど、なのでね。で80位、キャトルさんありがとうございます。79位、サイクロさん、サイクロンさんありがとう。78位、ちーまるさんありがとうございます。ちーかわさんみたいだね。87位、77位、間違えた、塩田さんありがとうございます。ごめんなさい、20位。うん、のおさてさまさんありがとう、嬉しい。お鬼ビジュアル。76位、ドラ猫さんありがとうございます。 I love you, thank you。 75位、チャリンさんありがとうございます。74位、 WPS さんありがとうございます。あれだね、 KVK みたいな。73位、ピノピエの犬さんありがとうございます。72位、リノチャリさんありがとうございます。71位、 TNPPP さんありがとうございます。元気ありがとう。70位台の方ありがとうございます。あ、さすがセミさん、よくわかってるね。そりゃね、マイハピーさんのところでねやってるもんね。はい、ありがとうございます。 Thank you。 あ、皆さんはノアピの犬ですね、ペットです。ひどいな。ノアピのペットですわ、やばい。私はね今ねちょっとね違う王国にいますので、見つけられる、見つけることは難しいかもしれません。皆さんのことはちゃんとファンだと思っておりますので、ファンファンって感じです。はい、ファン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 って感じ。結局犬じゃんそれ。まあいいや。続いて60位で、70位、瀬戸内魚類連合さんありがとうございます。69位、タイメシさんありがとうございます。愛媛でタイメシ食べたんだけどめっちゃ美味しかった、本当にすごい。あのね、タイがね卵と絡み合っててね、すごいいい感じのね、はい、あの言葉に言い終わらせないくらいハピタが落ちるような感じで、すごく美味しかったです。68112キャンさんありがとうございます。67位、ヒヒヒタナさんありがとうございます。66位、チャリオナさんありがとうございます。こちらこそに。
てらすこそみきやさんありがとう。65位もやもやさん的ありがとう。ピピピって言ったよ。64位ケトシーさんありがとうございます。63位2022年6月12日さんありがとうございます。いつもありがとう。62位ハリーポッターメガネさんありがとうございます。ラーメンレビオーさん羽が浮くレビオーサーっていうのが確かあれだよね、あのロビンだっけ、違う名前あってる前ハーマイオニーがのびちゃん好き。それよりもやっぱハリーポッターだよね。あそうだロンだロン、ごめん間違えた、ロビンじゃない一文字多かったわハーマイオニー可愛いよね はい61位ゴロツキネコさんありがとうございます。ロビンは確かにワンピースだったね。はい天気ありがとう。60代の方 Thank you very much イエイありがとう。なんかさ英語版で聞きたいよね、ちゃんと日本語版じゃなくてあのハリーポッターってなんかさわかる？うん、大きなスズメバチ、それは怖いわ。こんばんは。スズメバチが異常発生。スズメバチが異常発生。どうしたスズメバチ、落ち着け。そうサインみたいで可愛い。スズメバチは怖いね。だって一回刺されたらさアナフィラキシーショック起きてさ、いや死に至る場合があるんでしょ。じゃあ皆さん森とかマジで気をつけてね。怖ー。そうそうそう、一回刺されてさその後さもう一回刺されたらさアナフィラキシー起きるんでしょ。森とか本当に皆さん気をつけてね。うわー、一回刺されてしまってる方は絶対に病院に行ってプチッっていうやつをもらってくださいね。何があるか分かんないから、そういう場合は。うわー、それは絶対にお薬もらっときなさい。あの毒、刺されたところにさこうやってパッブンパンってやるってやつあるじゃん。あのパッてつって、私ドラマでしか見たことないんだけどあの MER あるじゃん、 MER のドラマで見たことがあるんですよ。そう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 、うわー怖い。そういえば MER のさ映画っていつだっけ、終わっちゃったっけ、今ね2回食らっても無制限に食らっても大丈夫ですね。もしかして終わった？最近全然映画行けてないんですよ。あそうそう、この間マイエレメンツ見たよ。すごく面白かった。でもディズニーって私英語で見たい人なの、日本語しかなかったでもすごくね、私すごく楽しかったです。なんか感動的なシーンとかあったりして
とウィッシュは絶対に見に行きたいです、100周年なので。スズメバチとママピー、やっぱスズメバチでしょ。スズメバチの方が命の危険に関わるんでしょ。そりゃ怖いわよねえ。私大好きライトな夢の国オタクですあのすごく大好きです。あの年パスをお母さん持ってたりとか、そうやっぱお母さんの影響もあるけど、私も個人的にすごく夢の国が大好きなので。あとピューロの年パスとかも持ってました。猫の国ですね。まあライトな、イエス、さあ行こうのやつね全部言えないけどディズニーランド行きたいなね。みんな本当にさ、もう私ずっと言ってるんだけどさ、シンデレラ城の中に入れなくなったのマジで残念だよね キャラにいそう本当に皆さん絶対にインパーして、あの縫い場をマーピにください。うん、ねえ、あのさガラスの靴さ確か履けるんだったよね。なんか私も履いた記憶あるんだよね、試しで。そうそういうところがあるから私そこが好きだったんだけどねピエン私の靴のサイズですか。どのぐらいだっけ。でもなんか身長とともに大きくなってるんだよね。20 なんで笑った今23から4 だいぶ大きな差が3から4だと思います。でも結構ね大きくなったんですよ私足。運動靴が今23で親指当たるようになってあるから、多分あれ学校のね靴と普段履きの靴が1足ずつしかないんですよ。靴、運動靴うちね運動靴本当になくて、しかもレッスンシューズは私なるべく大きくしてるんですよ。だから24から4.5ぐらいのやつにして、なるべく大きくずっと使えるようにしてるんですよ。多分今ね 23.5 か4かみたいな感じじゃないかな、多分だけどね、わかんない。体育館シューズも何センチだったか忘れちゃったし、運動靴をそもそも私は全然家に持ってない人なので。そうなんでしょ、34、まあ3でも入るか、3、うん、なるべく大きく買っててほしいかな、もしいただけるのならば24かななんかもしねあれば23か4かみたいな感じですかねわからないけど多分ね、あの SML で言ったら M ですかね。だと思います。24だったら中敷きとか入れれば全然 OK だからね。なるべく大きい方がいいかもね。靴って難しいよね、うん、本当に難しい。しかもね横幅とかもあるから、横幅は私結構狭い方なんですよ。なので普通に買っても大丈夫だと。あの横幅がね大きい方とかもいらっしゃったりするんですけど、私は全然通常タイプで大丈夫です。服はね多分ね160ぐらいじゃない。でもね、自分のサイズだとスカート丈がね短かったりするんですよなのでちょっとねなるべくいつも大きめで買ってるんですよ。袖とか長袖とかは特になるべく大きく買ってますね。100
今60ぐらいなので身長が165のやつとかかな、うん、こうてますあたりまさん、それはちょっと一回置いておいて七並べのお礼をさせていただきます。ごめんなさいね。62回さんありがとうございます。59位ももレンジャーさん、できありがとう。そうなの、だからかな、くしゃみ出ちゃうのは。58位のぞみおんごさんありがとうございます。57位小原さん、できありがとう。しゃ。56位エレロピさんありがとうございます。55位ノアノアナピさんありがとうございます。え、嘘、8号さんになってる。4号さんじゃん、やめてよ。54位タカチャーさんありがとうございます。53位オビオノアピさんありがとうございます52位シナモンロールさんありがとうございます。51位ヤスくんさんありがとう。50代の方ありがとうございます。そうだね、家を今回ちょっとなくしてしまいましたねそれは申し訳ない。そうだね、家を今回書いてませんでした。こんなんでどうでしょうはい、ありがとうございます。 Thank you。 続いて40位台の方ですね。ちょっと危険じゃないか、調査に報告したら他で頑張った時だ。ああ、ピシ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 こんばんは、まあ、自白したからまあいいでしょう。よし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 、自白しなかった方はもっと痛いですよ。あ、ビシ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 です。ビシじゃ収まらないかもしれません。めっちゃ痛そう。めっちゃ痛そう。ハルさんめっちゃ痛そう。かわいそう。こんばんは。はい、50位 D さんありがとうございます。49位ブルームさんありがとうございます。48位リットチャームさんありがとう、リットチャーム。47位シューちゃんさんありがとう46位カッパアカデミーさんありがとうございます。45位サンライズユミさんありがとう。44位ゴッドハンドさんありがとうございます。グッドハンド。43位ムーンライトコーチさんありがとうございます。42位ミスター T さんありがとうございます。ヤマさん、Thank you. My name is Nappy. I'm 13 years old. Please push this heart and turn pink and BJ. Peace, Pai さん、Thank you. そして41位この先生キノコロニアさんありがとうございます。40位台の方皆さんありがとう。
ハロー、おはよう。Thank you very much. ありがとうございます。おー、すごい。たくさんの初見さん。Thank you for coming my showroom. My name is Nopi. I'm 13 years old. Please push this heart and enter pink. Yay! Thank you. こんにちは。Hello. 嬉しい。初見さんがたくさん。I'm so cute. Hi. すごい。たくさんの初訪問ありがとうございます。You're from JKT48 かな? Thank you. I'm so happy. Hi. I'm singing song. Okay.あゆき国史上No, no, no, no. I'm not 帰国史上 I'm Japanese. Yes. I know JKT48. Yes.英語できローマ字Oh. Yes, yes, yes. Thank you. ありがとう。Yes, I like JKT48. I know あのフレアさん。Yes. めっちゃみんな笑うやん。うん、私アメリカ人。絶対それは違う。ああ、カエルさん、ハート、Thank you。ありがとう。私はシンガポール人。うん。ナピーズ自国史上。What? Are you Freya-san's friend? Oh, I'm not Freya-san's friend, but I like Freya-san. Yes. Hello. Oh, 私はそこまでイングリッシュできないよ。じゃあこれ歌いましょうかね。 Hello. Seafood. 確かにホタテはそうだね。僕たちは恐れない、夜明けの前の暗闇を、足元が見えなくても邪魔するもの越えられると信じればいい。僕たちはひるまない、道の途中で転ぶこと、膝小僧すりむいても、もう一度土を払って立ち上がるんだ。今まで何人の先輩がこの胸の高鳴りを覚えた。
僕たちよ仲間を信じろ、ガイズコンパス当てにするな、風に舵を取れ、僕たちは逃げ出さない、たとえ何かに傷ついて赤い血が流れたって、放っておいたらいつの日にか What? ここまで何世紀の反戦が目の前の海峡を渡ったのだろう、新しい船を出せ、荒れた波を越えろ、ずっと探してる大陸は悲しみの先にある、未来を担うものよ、力を合わせろ、みんな運命共同体だ、目指せ地平線。 This song HKD48 さんが MV にも出演させているのでお伺いさせていただきます。リサネスミュージック。イエイ。しんちゃん、またありがとう。新しい船を出せ、夢の方をあげろ、ずるい水風のやり方は真似なんかしなくていい、同じ看板に一つになるんだ、生きる喜び感じながら風に舵を取れ、ですね、町井セリナさんと、はい、メロディーさんがダブルセンターを務めていた曲です。これはね、今よく STU48 でコンサートとかでよく歌う曲です。こんばんは。これを翻訳するときは、機能がなかなか使えないこと、うん、そうですね、2周年とかでコンサートでよく歌ってます。コンサートとかで日本語になっちゃってる。 Thank you。 うん、はい、でThank you for coming, my Sharon. Thank you. では、血並べのお礼に参りたいと、舞い戻りたいと思います。
山崎亭さんのね、東京ガスネットワーク可愛かったです私もね、桜坂さんだと山崎亭さんが推しなのでね、はい可愛かったです。そして40代の方、皆さんありがとうございました。ありがとう。続いてが30位台ですね。はい、嬉しい。こんばんは。40位、マサさんありがとうございます。松崎ちゃんだった、ごめんなさい、ありがとう。39位、おつわとんぴさんありがとうございます。38位、マリナイナ75号さんありがとうございます。37位、なこちゃりさん的ありがとう。36位、イカリングさんありがとうございます。35位、町の出来屋さんありがとうございます。34位、瀬戸内マリンライナーマリンミューさんありがとうございます。見てた。33位、リオピさんありがとうございます。32位、ユウさんありがとうございます。31位、シンジ君さんありがとうございます。はい、30位台の方、皆さんありがとうございます。ありがとう。そういえば JKT48 さん、僕の太陽も歌われた気がしました。あの英語バージョンで、ララ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 って歌ってた気がします。なんか見かけました、何かで。まさたろさんありがとう。続いて20位台の方ありがとうございます。しんいちさん、まさたろさん、ゴールシルバーのハートとだるまさんありがとう。30位、ウエストひかりさん的ありがとう。29位、ワンダーラストさん的ありがとうございます。28位、高松愛鳥園さんありがとうございます。愛鳥園さんでいいかな。27位、ピピピトマトさんありがとうございます。アイレンデンさんかな。でもさ、鳥ってさ、でって読まなくない？だからさ、愛鳥園さんかなと思って。なんて読むんだろうね。26位、堀ちゃんさんありがとうございます。あれよ、ピピピトマトさんさ、ピピピトマトって自分の名前にも書いてあったよ。のが入ってなかった、よく確認したけど。あ、こちらこそ堀ちゃんさんありがとう。そして25位、キマイラさんありがとうございます。のが入ってないとか言ってたから確認したけど入ってなかったよ。24位、ガチさんありがとうございます。23位、ひぬきみずほさんありがとうございます。ありがとう。22位、ひたち3号さんありがとう。パンプキンの逆襲みたいな曲ありましたよね。キャリーパンピョンさんだ。なんか歌聞いて好きになりました。21位、あきえさんありがとうございます。20位の方、皆さんありがとう。
元気ありがとうございます。うんね、衣装が可愛いですよね。曲もそう、曲調とかも好きです。一曲が多いです。キャリキャリパンキャリ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 パンさんは、あーそうだね、マイキさん確かに確かに確かに、え、マイキさんおるよ、マイキさんおるよ、ほら13位にこの先だったよ。すごい、めっちゃやってくださってる、嬉しい。よし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 、ありがとう。すごく早口言葉で流行ってますね、キャリーパミパミさんって。あの学校でも話題になってました。これ言える？キャリーパミパミさん。あのめちゃめちゃ逃げてました。あ、ちょっとこれから用事があるから、あ、ちょっとこれから保健室行くから、あ、ちょっとこれから図書室に歯を返さなきゃいけないから、また今度ね。めちゃめちゃ理由をつけて早口言葉できないのはね、はい、逃げてました。キャリーパミパミって言える？って言われて、言えない言えないと思ったから、キャリーパミパミ家で言ってもあの実際言えないんですよ。パミ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 が言えないんです。あ、今言えた。パミ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 ごめんなさい、キャリーパミパミ言えてなくてすいません。キャリーパミパミさん、あ、次回クラコンもしやればするしかなんか、あ、私保健委員だったんですよ。だから石鹸を取りにあの保健なので保健室に行くことが多かったので理由をつけることができました。パミパミ、あいうえにさん、だるまさん、ありがとうございます。では10位台の方いきまーす、いきまーす、いきまーす。カラスのものまで、いや、よかったでしょあれ。カラスのものね、あれ最後にね、あのよく似てると言われますっていうワードでね、いや似てないしっていうさ、ツッコミが欲しかったんですよ。いや、本来ならばもうちょっと似てるんです、本当に。あの、うん、そういうツッコミが欲しかったんだけど、残念ながらそれをやることができませんでした。ひん。いや、なんか本来なら、あああああっていう感じだったんですけど、あれをガーにして、いや似てないしっていう風にしたかったんです。結果的にダメでした。恥ずかしい、お恥ずかしながらね、はい、とツッコミまだがセットだったんですよ。カラス、カラスのものはね、あ、お金はネタを考えてたらそういう風になってたんです。だから自分で、あのね、そう考えてたらあっという間にあのお金キャラになってて、私も自分でもびっくりしてます。あれあれって思いました。あ、ちょっとね、次からお金のキャラに行こうとすると難しいですね。そう、本気出せばうまいんです。カラスと会話したことありますよ。嘘ないです。カラスが返事してくれたことあります。通学路でカラスがね、いる通路とかに行ったりする時があるんですよ。でその時にたくさんいるわけじゃないんだけど、なんかね、朝とかやっぱいるんですね、カラスって。でその時に私光るランドセルを持ってたんですよ。だから寄ってくるんじゃないかとすごく不安でした。しかも光るものが私やっぱ好きだったので、キラキラしてるものとかね、私のランドセルはちょっと一部分が光ってたりするので、狙われないかっていうのがとても心配でした。返事してましたね、狙わないでっていう意味で。そしたら友達に似てるって言われて、
そっから通学路でガーっていう風になったら、おはようって意味でガーって言ったら、なんかね返事がね来るようになりました。なんか何言ってんのか私には全然わかんないんですけど、ガーガーって来たらガーって一回返してね、ガーって返して二回返すみたいな。キラキラ輝いてタタタラタラタタタタタ。まあそういうことがあります。でもね、そこでになるのは多分ね、それが毎日やるようになったのはたったの3日ぐらいですかね。いわゆる3日坊主ですね、カラスと会話するの。はい、なんかねやっぱね近所迷惑になるの嫌なので、あのねご近所さんとかね、そう学校の近くにさやっぱ家とかあったりするとさ、そういうご近所迷惑とかになったりするじゃん。それが嫌でやめました。ねうるさいとか言ってやっぱ夜勤明けの方とかやっぱいらっしゃったりするじゃないですか。ヘトヘトでね、疲れてるのに寝てるのに。だからそれが嫌でやめました。そう結構ね響くんですよ朝って。あのやっぱ人通りが少ないとか、あとはそうなんか車通りがそこ少なかったんですね。でもなんか多い時の通学路とその少ない、なんか一回曲がってて通学路で、ね、少なくなるんです。そこの時に大きくなっちゃったりするから、それでやめました。セスナで行くことが多かったんですけど、やっぱたまにジーヤがちょっとあ風邪ひいたりとか、そういう時とかはあのちょっと普通に行ってました。うんだからその東京にね住んでる方とかもしかしたら聞いてるかもしれませんね。セスナで行くんですけど、その通学路でその学校の近所迷惑みたいな感じです。学校の近くの近所迷惑、自分の家の近所迷惑ではなく、そう クレーム入るのがね嫌なのでね。まあとりま行きまーす。はい、20位、ふぐもんさんありがとうございます。19位、とんのさんリキありがとう。18位、太郎さんありがとうございます。17位、チロリンさんありがとう、ありがとう。16位、かりんとうさんありがとうございます。15位、みけ猫さん、いちご賞おめでとう、ありがとう。14位、せいじさんありがとうございます。13位、まいきさんありがとう。カモさんかシャロさんじゃないのね、なるほど、今度から気をつけます。カロさんありがとう。12位、なおさんありがとうございます。ごめんなさい、これね知らぬ間にハートがついてましたすいませんなんでつけたんだろうっていうのを見返して分かりましたあでもノアしか勝たんって書いてたから、多分そう、それをちょっとやりふくしちゃったので、まあノアしか勝たんっていう意味で多分ハートつけたんだと思うんですけど、ありがとう。11位、ロンリーボーイさんありがとうございます。はい、ツイポキありがとうございます。まあ当たりですね。それはないなありがとうございます。もうねファンの方皆さん大好きなのでありがとうございます。ほほほほ、はい、10代の方皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。ああそうそうそう、なおさんがそのノアしか勝たんっていうのがついてたからハートにしたんだよっていう、多分それでハートにしてたんだなっていうのを言いました。はい、はい、すいません。なるほど、はい、お許しを宮田さん。まあこういう時もあるさ。10位、ぼっち2号さん、的ありがとうございます。みんなが何しか勝たんっていうのがついてたらみんなにハートつけてるかもしれないからね。9位、ハヤジェットさん、ありがとうございます。8位、オギピさん、あ、待って、オギピさんごめん、まあ、ただオギピさんの時ってなんで必ずハートにピンクを忘れるんだろうか。本当に申し訳ないです、すいません。よいしょ、あね、うん、ハヤジェットさんじゃないの？ハヤブサジェットなの？あら、まあそうなのね。これハヤジェットって読まない？ハヤブサってなんか必要じゃなかったっけ？このもう一つ、そんなことない？合ってる？わからないか。母でもわからないらしいです。ハヤブサなの？あらら、そうなのね。はい、おぎぴさんごめんなさい、ありがとう。ななみまっこさん、ありがとうございます。6位、イゴールさん、ありがとうございます。5位、デイビッドさん、ありがとうございます。まこさん、ありがとう。そして4位、妹のたっくんさん、ありがとうございます。後で歌うね。3位、ジョーカー使うと喜ぶさん、ありがとうございます。2位、ルドンさん、ありがとうございます。1位、ハルさん、ありがとうございます。ありがとう、グッジョブさん。どうした？キャキャクク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 クカエルかな。あ、今回カードの内容太陽にさせていただきました。太陽がシャンパン、はい、それでジョーカー使うと喜ぶさん、ありがとうございます。2位がルトさん、ありがとうございます。そしてファーストはドゥルドゥルン、はるさん、ありがとうございます。7月もね、皆さん遊んでくださり誠にありがとうございます。たくさんプレイをして涼しくなりましょう。並べたらきっと涼しくなるはず。ではダイジェスト版のお礼をさせていただきたいと思います。その前にはい、妹のたっくんさんですね、歌を歌います。ルドンさんもそうですね。あれ、あと誰って言いました？妹のたっくんさん、ルドンさん、あれ、私さっき言ったよね。
ジョーカーを使うと喜ぶさんだです。はい、その3名お礼をさせていただきます。歌います。This person. Oh. Cuckoo. Oh. Chicken. なるほどね。ニワトリか。とか。Ah, person. Wow. I know. I know. I see. I see. I see. Yes. Yes. なるほどね。よくわかりました。今ので納得。涼しくなれますよ、並べてたら。おお、これ狼。Hello。かわいい、嬉しい。ありがとう。では歌います。いや。ダルフィーさん、ありがとうございます。ダルマさん、シルバーダルマ、Thank you。Thank you。よいしょ。ノピセレクトで歌いますね。地図から何が見える？真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない、会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ、気のせいか声が聞こえたような、渡りの走っていたような、いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただのボタンにもやられた分過敏になってる、恋の気配急に感じているよ、こうて日は何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき、入学式デジャビューみたいな桜の木、切なく悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ、こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口、同じ校舎で学んでるのに、僕らははぐれてしまったよ、会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ、なぜこんなに胸が苦しいんだろう、クラスメイトの一人だったのに、振り向いた彼女を思い出すんだ、斜め前の席に座っていたその存在、当たり前すぎて一線愛しい気に求めなかったよ、教室から何が見える、カーテンがふわりじゃ
誰かが開けた窓のせい紛れ込んだ犬が鳴く心に何が見える純粋な愛か期待願望なのか僕の風は吹いてるか彼女は何も気づかずいつの間にか入り口早い通学路偶然十字路で出会った久しぶり一言がなぜか言えずにぎこちなく半分吠む今日あーくしょーしい風に触れる枝のつぼみよあの日のときめき入学式デジャビューみたいな桜の木切な悲しく遠く何をしていてもけなってしまうんだこんなはずじゃなかったのに彼女はどこにいるのか片思いの入り口こんなはずじゃなかったのにありがとうございますごめんなさい妹のタックさんそういえばタックさんしてならばやってくれてますラピオシでしてくれてるよねねーんねーん最近ちょっと違うとこに行っててナピちゃんは悲しいなって思ってるんだけどまだナピオシだよねー今日そういえばショールーム来てない気がするんだけどねーんそういうとこだよねーんまあ妹をたくさんありがとうございますほぼ三冠ありがとうほぼ三冠 Thank you ありがとうございますあれれねえ初期の頃からずっとのあぴちゃんのことを応援してくださってたはずなんだけどなおかしいねずっとしてならべも妹のたっくんとしてやってたはずなんだけどなおかしいよねまあいいやそうさっきさ2番のさふわりかーてまあてっていう言葉がさなんかその前に邪魔が始まっちゃってさ邪魔をしているが最初に始まっちゃってうまくそっからちょっと調子が狂ってしまいました早口言えたでしょ2番2番の方が言いやすいですねでは続いてそうそれでねあーってなっちゃった続いてルドーさんルドーさんありがとうルドーさんもちょっとナピセレクトでいきますわねルドーさんはこれかなそうですね、その曲ではないからね。あ、楽しくありがとう、嬉しい。さっき見てた夢を思い出せない。すぐ消えてしまって、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのにまぶた閉じてもここに僕しかいないよ風を待とうこの岬でもう少しで春は来るはず青い海に日差しが跳ねて君を乗せた船が近づくよ I can't stand loving you
愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても I wanna see again、 ただ会いたくてそれが恋と気づいた今更、まるで本を畳んだ帆船のように、僕は何もできず凪の中にいた、やりたいことを見つけてとか言えいた、君は元気か、夢は見続けてるか、風が吹くよ入り江を抜け、待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ、 I can stand loving you、 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう、 I wanna hold your hand、 抱きしめたいよ、波のように切ない願いを、風が吹いてくるまで Miss you、 僕は桟橋に立って君を待っていよう、風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ、 I can stand loving you、 愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても I wanna see again、 ただ会いたくてそれが恋と気づいた今さら、こんばんは、ありがとうございます、だるま100個 Thank you。 これはね、あのみゆみゆさんのポーズのあのところだったので、同じようにさせていただきました。 6周年の時ですね、あの第2部でしたっけの時に、あの風を待つを歌わせていただきました、イエイ。そう、練習の時にね、ちょっとそこを研究させていただきました。衣装はあのあゆみさんでした、一応あゆみさん、はい、うん、綺麗ですよね、あそこすごく綺麗だなと思って真似させていただきました。では続いて、まあ、はるさんは、まあ、1位1位と続いて、まあ、浮気みたいなだったので、うーん、まあ、1位2回はすごくすごいし、まあ、3期生のところに、まあ、イベントは少し行っていいよとも言ってたから、そこは私にもちょっと欠点はあるし、うん、まあ、今月10位以内に入ってたら、いや7位以上キープできてるなら歌うことにしましょうかな。今月はかなりいつもより厳しいのでね、みんなさんがすごく頑張っててくださってて、今春さんって何位なんでしょうかね。まあ7位だね、今見たところなので、これをキープできてたら、
キープ以上だったりしたら歌おうかなね。では今ね7月のお礼を7月のねお礼をさせていただきました。皆さんありがとうございます。そんな怖くない怖くない。今月はねちょっとねとても接戦な状態なので頑張っていただこうかな。まあ、歌う前にちょっとメールをさせていただきました。皆さん読んでくださいまし。配信中っていうねもう30分切った。ほんとだーほんとだー。わーそうですね、ラストのオープニングアクトになりましたね。あさってがなんということでしょう。ちょっとびっくりです。急げー。続いてジョーカーって書いてあるカバさんを見てるかな。歌おうねー。アイ美味しいですよね。ちょっとその当日はこの曲歌おう。明後日はねこの曲歌うって決めました。何かは言いません。ジョーカーズカウントヨロカフさんプレゼンツありがとう。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこでそこに何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ。道はここで別れる。君と僕も新しい世界へ。最後に抱き合って、何も後悔なんかあるわけないって、ちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は誰も全てやりきったなんて簡単に言えないよ。やり残した何か明日頑張ろう。 Keep your head held high. No more regretting. I wish you all the best. In time I see you. 二人見つめ合いながら何を話せばいいだろう。思い出がただ溢れて君の顔がにじんできた。風がそばを吹き抜け、頬の涙拭ってくれる。全てが優しくてどこに心残りがあるわけじゃなくて、何もない。ごめん。でもそれは一瞬のセンチメンタルかもしれない。道ごめんなさい、ちょっと待ってね。は少々お待ちよ。もう一回歌うね。ジョーカー使った頃
喜ぶさん、ごめんなさい、ちょっともう一回歌うね。なんかね、喉がね、引っかかったんだよね。何かが引っかかったかと言えない。すいません、ごめんなさい。骨、今あーってなった時にえへん虫、そんなのいるの。かわいい虫だね。あ、ちょっとね、咳込んじゃって。もう一回歌うね。I'm sorry. あ、間違えた。I'm sorry. はい。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこでそこに何も残ってない。だけどそっと目を、変なこと言わないで。今も浮かぶ青春よ、あんなに夢中で走ったあの頃。一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ。道はここで別れる。君と僕も新しい世界へ。最後に抱き合って何も後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は誰も全てやりきったなんて簡単に言えないよ。やり残した何かを明日頑張ろう。話せばいいのだろう。思い出がただ溢れて君の顔がにじんできた。風がそばを吹き抜け頬の涙拭ってくれる。全てが優しくてどこに心残りがあるわけじゃなくて何もないとは言い切れないだけだ。でもそれは一瞬のセンチメンタルかもしれない。次の道に進むその分岐点は食べられてしまうもの。ここまでやってきたんだ、自信を持とうよ。この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は
ずに Keep your head held high No more regretting I wish you all the best In time I see you Longing for the way チョコ使ってる子さんありがとうございます。こんばんは、みよさんありがとう。泣けるよねこの曲。私も先週録うるっとちょっと来てましたこの時。笑みを浮かべながらめちゃめちゃここにねちょっとだけね溜まってました。終わる頃にはねちょっと引っ込んでましたでもちょっとねうるうる来てましたね。ああ終わっちゃうんだって感じ。なんか終わってしまう、マジかって感じです。千秋楽いい曲ですよねこの曲ね、大好きです。ダブルアンコール、皆さんアンコールありがとうございました。ちょっとねツイッターでお見かけしたんですけど、ダブルアンコールの時じゃないなだったかなの時にアンコールのあれがね早いっていうのってみんなでね早いよっていうツッコミを入れてる動画をちょっとツイッターでお見かけしました早いそうめっちゃね、そしたらね女性のファンの方がそのまませっかくしてくださったのに次に女性の方がああだってタイムラグがあったかもしれん。ごめんね。ペレタイさんありがとう。そう、次の方がね、なってて。そう、そんな感じでした。あ、スクショできました。ありがとうございます。ありがとうございます。イェイ。ちょっとペレタイさん歌を見ますね。よいしょ。エンジェルクマさんありがとうございます。スクショができた方はもしよければちょっとのびちゃんその時のスクショができなかったので、XQ ツイッターハトさんでポストよろしくお願いします。ツイートよろしくお願いします。はい、うんね、よくアンコールしてくださる方でした。嬉しかったです。はい、生誕祭とかはさ生誕委員の方がさやってたりするじゃないですか。のびちゃんもいつかねそんな風になるんですかね。ドキドキしてます。もし生誕祭が開かれる時が来たら楽しみです。メッセージとかがあったりするじゃないですか。どんなメッセージが来るんだろうってめっちゃドキドキしてます。なんか変なメッセージとかないかなってね、結構感動的なメッセージだったりするじゃないですか。なんか変なメッセージ嫌だなって思っちゃう。あと卒業コンサートとか美穂さんのねドレスとかなんか綺麗だなって思ったんですけど、そのロングドレスでなんか自分のさホワイトとなんかさこの上半身がさ紫とブルーな感じでなんか綺麗になったらいいよね。でそのスカートの部分なんかドレスだからスカートの部分とかはあれがいいな、白でちょっとウェディング系がいい、なんか綺麗だからねもしねそうそんな時が来たら。これで合成みたい。
うわこれで、乗せてください。よろしくお願いします。ああ、ちょっとスクショ撮りますね。めでたいさん、ありがとうございます。絵がまだ描き終わってないから、絵をちょっと描いたらすぐにお礼するけん、明日とかああちょっと明日にはね、おタワーのお礼をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 Thank you。 あ、明日までには多分書き終わる。私結構早く書き終わるのでね、大丈夫大丈夫。大変、時間がもう迫ってきてる。待って、ダイジェストはやるって言ってたよね私ちょっとやるね申し訳ない、ごめんなさい。じゃあ皆さん眠く、ゆっくりな曲で、いきます。よく、はい、こんな感じで。よいしょ。じゃあまず6月分からいきましょうかね。腹話術で。いつもここに来て聞いた方だ、夢はとれどなく溢れて脅かし過ぎてゆく青春の日々、自分は何を残せるのだろう。そうで青い海をどんな時を優しく僕は願いを風に浮かって叫ぶ、瀬戸内の声届けよう。スクショ用なので、腹話術です。なんでとか言われてもね、スクショ用なのでね。涙落ちるなら傘をさせばいい、今日の悲しみが明日には晴れるから、彼方で雲がかかって、全てが言えない、そばで奥の海は母のように祈ってくれてる、生まれ育った地はただうなずき、未来へ背中を押す、瀬戸内の空は美しい。ありがとうございます。8月も行けるとこまで。8月いつの日かまぶたを閉じながら追い出すふるさとを
こにいても聞こえるよ。空で青い海はどんな時も優しくおおらかで、ああ愛日差しの中、僕は願いを風に浮かって叫ぶ。そばで海がずっと変わらぬもの教えてくれたんだ。時が過ぎ去っても、この自然が幸せの目印だ。瀬戸内の愛、ありがとう。ありがとうございます。あと3枚でした。8月、じゃあもう1曲歌って終わりますね。最後の曲となります。最後の曲です。じゃあかわいいのでいきましょうか。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just falling hope in you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't fall in love in you。 サンデーなぜなんて、なんで聞かないで、トゥーステーきっと理解できないだろう。ウェッデイ毎日最低にかけて、ライデー思い続けてきたサタデイ。もっと会いたいなんて不思議だ、おかき声をかけられない、目と目合うと。はい、ありがとうございます。並べ8月、 Thank you。 電車の窓手鏡代わりに、春の制服そっとチェックして、胸に巻いてた真っ黒なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた。君の素仕草に燃えちゃって、ああっという間に虜になった。洗練機みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよ。そんな思いさえ気づいていない、余計ああ、もう確かに抱きしめたくなった。キュン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 しちゃった、キュン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 しちゃった、 I just fall in love with you。 キュンキュンキュン愛おし、キュンキュンキュン愛おし、 You know I can fall in love with you。 わしは小坂奈緒さんが北坂さんでは推しです。乃木坂さんでは久保史緒里さん推しです。坂道さんに一人ずつ推しがいます。イエイ。では壇上乗りをさせていただきます。セティーエズハルさん、お敵ありがとうございます。テーブエチシンテランガレさん、お敵ありがとう。イレブンエズタイムファリアさん、お敵ありがとう。テンエズデイビッドさん、ありがとうございます。ナインエズウラベさん、お敵ありがとう。エイトエズケンさん、ありがとうございます。セブンエイズゆずきさん、ありがとう。セイズホリちゃんさん、ありがとうございます。ヒッエイズマイキさん、ありがとうございます。
のずみおこさんありがとうございます。セカンドナオさん、敵ありがとう。セカンドピピピトマトさん、ありがとうございます。フィッツイズメルタイさん、敵ありがとう。ありがとう。なことでキュンとするの、君に笑われちゃうね。思いがけないタイミングで、そうときめいたこの感情、息が止まる。きっと言ってみたってピンとこないさ、僕が勝手にキュンとしただけ。こうやって人は恋に落ちるのか、始まる瞬間。君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。素敵みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよう。そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just fall in love with you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop in loving you。バイバーイ。明日は多分朝配信になるかなと思われます。またねー。 See you again。 バーイ。こんばんは。またねー。ありがとう。また明日。七並びありがとうございました。多分朝だと思います。バイバーイ。